今でこそ1日5往復が運転されるだけの夕張支線ですが、清水沢駅に交換設備があった頃には臨時列車がしばしば運転されていました。ここではいくつかの臨時列車を振り返ってみましょう。タブレット交換を記録したいがために清水沢駅での撮影ばかりになっている点はどうかご容赦ください。まずはキハ56系です。かつて全道各地で急行運用についていたキハ56系は定期運用から退いた後も急行列車の増結や臨時列車の運用などで古さを感じさせない走りを見せていました。昭和40年代半ばには急行夕張として札幌から夕張までの直通運転で気を吐いた時代もありました。Thank you.
キハ40形式は定期運用で使用されている車両ですが、ご覧いただくのはポッポヤ号、そして殺傷専用並びに釧路運輸車両所のキハ40形式による臨時列車です。隠れた人気の列車としてはお座敷列車がありました。本州のお座敷列車は客車によるものでしたが、北海道では気動車で運転されていました。キハ56系とキハ400形式から改造された車両ですが、深紅の車体にポリゴタツの車内、特別な空間で過ごす鉄道の旅はきっと格別なものだったことでしょう。
こちらはバーベキューカーを挟んだキハ141系です。バーベキューカーにはお座敷車のようなカラオケ設備こそありませんが、焼肉に舌鼓を打ちながらの鉄道の旅ではグルメ列車の醍醐味を堪能できました。キハ141系単独で運転された某大学の鉄道研究会によるイベント列車です。炭鉱の町から観光の町へ、新しい夕張市へと脱皮を図るべく、平成2年から催されている夕張国際ファンタスティック映画祭は今ではすっかり定着しましたが、道外からの観光客を新千歳空港で迎える臨時列車が設定され、キハ183系がその運用に当たりました。
同じくキハ183系ですが、こちらは国鉄時代の特急色に復元された編成です。 JR 北海道が企画したイベント列車により夕張まで入線しました。